おはようございます。6月3日の朝5時42分の相場解説になります。今ご覧いただいているのが昨夜21時の1時間の図なんですけども、もうお分かりですよね。ずっとレンジオプションを取っておりました。レンジオプションというのは上のこのねゾーンと下のこのゾーンの間でチャートがね、ロウソク足が行き来するよっていう形だったんで、まあこういう時はね、基本的に、このレンジの中では入らずに、このレンジを抜けたらね、ブレイクといって、そちらの方についていく戦法なんですけども、一つはね、ここをブレイクしましたよね。まあですんで、この直前のヒゲ、これですよね。ここを超えたら、まあエントリーポイントといって、エントリーしてもいいんじゃないかなっていうふうに、まあお伝えしていたわけなんですけども、ちょっと下の方切れちゃいましたけど、すいません。で、利確をしてですね、またこれが戻ってきたわけなんですよね。で、また再びレンジオプションなんですけども、ここは、ここを超えてないんで入らずに済みますよね。で、中ぐるーっと行ってたら、昨日の21時前なんですけども、ここをね、ブレイクしたわけなんですよ。今矢印出てますけども。ブレイクしたんで、この直前のヒゲがありますよね。このあたりから、買いでエントリーして、利確ができたよっていうところですよね。はい。で、その振り返りの動画もすでに撮ったんですけども、今朝の今の時間軸です。これが日足です。今解説したのがここに出てるわけなんですよね。ずっとこの横ばいに入っていたのがいきなりストーンとね上に上がったわけなんですけども、4時間の方を見てみますと、まあ利益取った方多かったんじゃないですかね。これですね、4時間。ここにゾーンが引けますよね。で、こちらの方にももう1本ゾーンが引けますよね。で、この間のレンジオプションを取ってあげですよ。こういうふうにね。はい。それで、直前の足もそうなんですけども、ここですよね、一番ポイントは。ここを超えたんだったらもう入ってくださいね。これが入れなかったらちょっともう利益取るとこないですからね。だこういうふうにレンジの中でも、レンジね。レンジオプションじゃないですか、ここが。レンジの中でも、こういうふうにね、飛び抜けてるところがあるんですよ。それがと、特にきっかけになってるところじゃないですか。このレンジのですね、きっかけになってる強い売りの勢いが、このレンジを作ってると言ってもいいわけなんですよ。で、そこを超えたわけですからね。超えたわけなんで、ここをエントリーポイントとするのはもう、どうしても最低取ってほしいなというところですね。で、1時間の方行ってみましょうか。で、改めて1時間の方に行ってみますと、ゾーンがね、この辺に引けますよね。まあ、ですんで、ここのヒゲを超えたら、あ、すいません。ここのヒゲを超えたら、ちょっと入っていただきたいなと思うところがあるのが1点。ね。で、ここで入り損ねたら今度はね、ここのヒゲ。ね。ここでは、やっぱ入ってくださいよってことになりますよね。ここですね。で、どちらでも大きく、この利益がね、取れてると思います。ぐーっと。この辺までは取れてると思います。で、今はちょっとこう、利確が済んじゃったんで、今は調整入ってますよね。で、ここで一旦は、利幅が終わってるかなと思いますんで、ちょっと焦らないで、108円の679ぐらいまで伸びましたね。これすごいですね。やっぱ昨日の、お昼から夕方にかけてまではまだ、レンジだったわけですから。その後、ブレイクしてね、ここまで来てるわけなんですよ。いや、これがね、だから、利益取るポイントですよね。で、あと反面ね、別の予測を立てた方もいると思うんですよ。別の予測で、例えばセルに入っちゃった方、これロスカットになってると思いますけども、これはこれでね、大事なメモリになってきますから。仮説ってのは、当たったからいいとかね、外れたから悪いってもんではないんですよ。そこにどんな根拠を自分は残してきたのか、それがどういう風になったのかってことがすごく大事なんで、絶対にですね、ロスカットにあった人も記録を取っておいてもらいたいんですよ。で、そもそもロスカットっていうのは、ここまではもしかしたらマイナスになるかもしれないっていう予測なんですよね。ですんで、ロスカットにあった人も、それはね、ある意味、仮説がうまくいったってことなんですよ。で、ここをね、忘れないようにしてください。そういう風にして自分の記録を取り続けること、そしてその記録をできればね、できれば誰かに報告することなんですよ。で、報告することによって、自分の記録が記憶に残っていきます。この記憶に残ったものが、次のエントリーの時に思い出されて、どん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 精度が良くなっていくんですよ。で、一番いいのは、YouTube をね、撮影して私みたいに、それを発信することなんですよね。それがそのまんま記録になって、自分のコンテンツになって、もしかしたら YouTube で、そちらの方でね、再生数とかチャンネル登録で稼げてしまうかもしれないわけなんですよね。
もう本当にね、FX とか投資系の動画っていうのは広告がつきやすいんで、チャンネル登録まだの方もね、今のうちに動画を貯めるという意味でも、やっぱり積み上げてほしいなと思います。これもコツコツの一つなんですよ。まあですんで結論ですね。FX をやったら、なるべく YouTube を撮って、そのまんま、その無編集でいいんでね、動画を上げていくっていう方法を取られるのがいいかと思います。そうするとね、コンテンツだけは最低でも残りますんで、動画のネタがないってことはないですからね。という感じですね。本日は、取れた方結構いたんではないかなと思いますけども、一喜一憂せずに、取れたからといって実力がついたということではなくて、どんな予測もね 100% はないですから、だいたい私の求めてるのは6割当たって4割外れるなんで、今回外れた方も6割の勝ちを取るための4割の外れだと思えばいいわけですからね。で本日は以上でございます。すぐにね落ち着くと思いますんで、このチャートね調整してもう一回 N を書いて上昇することも可能性としてはあります。109円に向かうこともね、それを軽く考えながら今日の相場予測を閉じたいと思います。ありがとうございました。